8日に亡くなった桂宮様を偲び赤坂御用地には多くの人が記帳に訪れています赤坂御用地の中の赤坂東邸前のテントで午前9時から貴重の受付が始まりました開門前から並んでいた人たちが桂宮様を偲び名前を記していました受付は数日の間午前9時から午後7時まで行われます